皆さんこんこにちは今回は AO 推薦入試プレゼン対策発表の準備に関する注意点についてお話ししていきたいと思いますプレゼン発表の要点についてですまずパワーポイントを用いる場合は必要なツールをしっかり揃えておくことが大切ですまた Mac ですね マックを使用する際は事前に大学に問い合わせていくことが大切です3つ目制限時間内に終えられるように繰り返し発表練習をしていくことこれが大切ですねこの3つの要点詳しくお話ししていきたいと思いますはい1つ目のパワーポイントで必要ななツールになりますこちら例を挙げますと例えばパソコン、うん、iPad を使用する場合も昨今ではありますね このパソコンを使用する場合プロジェクターこれも必要に当然なってくるわけなんですけれども試験会場にこのプロジェクター備え付けてある場合もありますまたあとはレーザーポインターですねこちらも必ず必要というわけではないんですけれども毎回スライドを変える時にはこのレーザーポインターを使って要点を説明したりスライドを変えていくということができますあとはこの USB もちろんパソコンの中にもデータを入れておくことというのが大切なんですけれども予備としてデータが何か消えてしまったとか緊急事態が起きたときに備えて USB こちらもデータを入れて持っておくことが大切ですね。2つ目 Mac を使用する際の注意点についてです。昨今はですね Mac 私も実際 Mac を使っているんですけれども Mac を使用したプレゼンを行う人も多いんですけれどもただ大学によっては Windows のみに対応している大学というのも結構あるんですねもしあなたが Mac を使っている場合はその接続の関係で事前に大学に問い合わせておいた方がいいでしょう本番で Mac が使用できませんよとなってしまったらばプレゼン自体が行えなくなってしまいますのでこれ非常に重要になってきます さらに幕が使えたとしてもこの画面表示ですねこちらを事前に確認しておいてください変換した場合に文字化けしてしまったり何かデザインがずれてしまったりということが考えられますのでこちらも前もって確認をしておけば安心して本番に臨めるでしょう3つ目です制限時間を厳守するこれ当たり前なんですけれどもこの特に プレゼンの制限時間これれを守れなないいと即アウトになってしまいますただし、えー、繰り返し発表練習をしておけば、えー、制限時間を超過してしまうということは考えにくいので、えー、もう体が覚えてしまうぐらいに何度も繰り返し発表練習をしておいてくださいセットの時間というのもプレゼンの時間に含まれている場合ありますのでこちらも計算に入れて準備をしておくことが大切ですはい 今回は以上になりますよく復習をしておいてくださいではまた次回お会いしましょう